どうも、こんばんは、速課塾の久保です。6月2日の19時2分なんですけども、えっとね、今ね、動きが1時間に出てきましたね。えっと、ずっとね、ここ、揉み合ってる状態だったんで、1時間の、お石足ですね。1時間足では、特に大きな資金を入れたり引いたりする人いないなっていう風に見てたんですよ。ところがね、ちょっとね、買いの人が、決済したんでしょうね、これは。 売り勢の方がちょっと増えてきたのかな、1時間軸でも売りの人の方が多いですね、今はね、で均衡が崩れて、下の方に行ってます、ですんで、えー、129円の805ですよね、リスクリワード3対1で131円の、まあ、そこそこの大きさを目指している人にしてみたら、あのやっぱりね、129の650あたりがこう、ロスカットラインになっていると思いますから、えー、ちょっとこう警戒したいようなあ値段ですよね。 最安値が1 2の6 7 5なんで、ロスカットは食らわなかったんですけども、これ、売りのトレンドが、セカンダリートレンドが入ってるんで、このままだとね、ロスカット食らう可能性がありますよね。うん。ということで、今、1時間は均衡が崩れて、あの、売りの圧力強くなってます。ただね、そこそこ安くなった時に、買いに入る人がいる可能性があるんですよ。これはね、あの、トレーダーだけじゃなくても、その、貿易をしてる人が、安くなったから今のうちに、 交換しようみたいな動きがね、一気に入ることがあるんですよ。だからこれヘッジファンドじゃないんですけども、結構大きな資金がそこで出入りしますから、うん、それも込みでね、私たちみたいな個人トレーダーは警戒しないといけないです。はい。じゃあですね、1時間ではそういうことが読み取れたと思います。4時間ではどうでしょうかで、4時間ではね、今度は、押し目を作ってるようにも見えるんですよ。ずっと、いろんな事情ありますけども、こうやって下がったと思ったら、ぐーンと伸びて、 これ、ね、押し目を作るように、ボン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 、上げを取ってるんですよね。で、今、この三角形の収束が終わって、上にブレイクして跳ねてるところなんですよ。ね、こういうふうに。だから、4時間で上げトレンドですから、あの、ロスカットを食らうまでは倍でいくんだよっていうふうに申し上げましたけども、4時間でね、勝負してる方はこ、この、押し目に見える動きっていうのが、このまんま、果てしなく下に行くっていうふうにはあんまり考えられないと思います。ですんで、 1>, 1時間で勝負してる方はね、これ、押し目が入ってるんじゃないかなっていう見方もできるんですよね。ただ、そうとばかりは限らないのが、今度、1日足の見方です。はい、デイリーの場合はね、うん、確かに、こう、陽線が3つ、どん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 出て、しかも、それぞれが大きくなりつつ、陽線でしょじゃあ、こういう場合は、上の大きな勢いを感じればいいんですよ。だって、どんどん大きくなってますからね、このね、 要線がどんどんちっちゃくなっての上3本だったら別の解釈なんですよ。でも、どんどん大きくなってるでしょ。だから勢いがついてるところで、買いでそこそこ含み益を持った人がここでね、理覚してる臭いんですよ。だから売りの勢力が1時間でも、もう一回1時間見ますよ。1時間で理覚してる人が出始めたんで、あの上に行く力が弱まってるんですよね。だからこういうふうに、 えっと、売りの勢力の方が強くなって下がってるんですよ。だからそれを見てまたね、あの、買う人が出てくるかもしれないんで、NG ができるっていう理屈なんですけども、さあ、その他に考えられるのは、このレンジを形成するっていうパターンが今見えてきました。ここの底がありますからね。で、ここと結んで三角形を形成しようとしてるんですよ。この三角形が作られた時っていうのは、例えば、押し目だとして、三角形が作られた時ってのはもうレンジが始まるんですよね。この辺ちょっと分かりにくいと思いますけども、今はなんとなくね、あ 一日足はレンジがあり得るんだと思っていただければいいです。うん。ただ、あんまり確率は高くないです。テクニカル的にはレンジができそうな形なんだよってことなんですよ。これ、よくわかんないと思いますから、あの、聞き流しておいてください、今回はね。ただ、私はそこまで見ながらやってるよってことで、ああ、なるほどね、と思っていただければ十分です。肝心なのは一時間軸に戻って、買いの勢力が利確をして、えー、資金を引き出してるんで、えっ、ー、と、売りの人がね、ちょっとね、 勢力を強めてててるるんんでで下がってるってことなんですよ、うん、ただいい感じのところでこれはこれで安くなったから買うっていう人が必ず出てきますんでね、まあ、だから私の場合は131円を突破した時にブレイクアウトで132円の方へ向かってバイをするということで、まあ、今ね傍観してるんですけどね。 プラスちょっとねあのチャートの方にちょこちょこいけない、えー、今日一日だったんで <laughs> っていうこともあるんですよはい生活に合わせて無理なくやっていきましょうそれでは今回は補足の動画以上です